は近年低迷を続け、蒙古の呼び名も遠い昔のことになってしまっている。今年もここまで66試合を消化して20勝46敗で5位太陽に 8.5 ゲーム差をつけられ、最下位をひた走っている。この最悪の事態を打開するためにはどうしたらいいのか。タイガースで222勝を挙げた村山実氏、タイガースほか4球団に在籍、206勝を挙げた江夏豊氏の2人の OB が、愛するタイガースのために今あえて言う。今阪神再建のために一番言われていることがスカウティングの問題。最近のドラフト1位選手を見ても他球団に比べ活躍は今一つ。その上、今や球界を代表するキャッチャーに育ったヤクルト古田、ルーキーながら首位中日のストッパーとして大活躍の森田も、阪神が取ることができた選手だったのだ。もうドラフト行っても決まってるんですもん。これはタイガースだけかも分かりません。監督の意見というのはそのドラフトには反映してないです。くじ引きで行くだけですから反映してないです。一緒のテーブル座ってますよね。だから一つの例がヤクルトの古田捕手が、はい、あれ欲しいなって僕はまあ監督だった早々に言ったんです。どうしても取れるのかなって言ったらね、目が悪い、もうそれで一周されただけですわ。これはね、いつまでも僕はね、もう終戦残ると思うんですよ。野球を界から引退するまでは、まだ今解説させていただいてますからあれですけど、いつまでも残ると思う。目が悪いからね、あの選手は。これで終わりですわ。でも古田選手はあれ立命館大学ですからね、関西ですもん。私らも関西ですからね、関西の大学で育った人間ですからね、やっぱり来てほしいわけ。関西の人間は関西の球団に来てほしいわけ。あまりにも無責任というんですかね。ただ取ってくる、取ってきたら現場にポンで、悪ければ現場が悪いんだ、姿が悪いんだ、なんかお互いにこの通過というそのスムーズの流れはないわけですよね。で、例えば今は古田君の問題を出ました。そしてまあ同じヤクルトの池山君も雨遊びです。甲子園球場の横です。そして清原君もそうでしょ、野茂君もそうです。PL 勢の桑田君とかみんなそうなんですよね。こういう人たちみんなこの、まあ要するに関西で育った子供たちは当然阪神に憧れてるわけですよ。阪神が指名すれば飛んで僕入っていくと思うんですよ。にもかかわらず全然ノーマークで予想の球団に持っていかれるところのこのスカウトの今現在ね、阪神スカウト誰やってるかわかんないですけど、もう少しこの誠心誠意見てもらいたいなという気がしますね。だから、ね、この話はね、暴露するんじゃない。何としても改革してもらわない。分からなかったらね、ビデオを撮ってきてね、やっぱりそのスタッフにね、その時のスタッフに見てもらって、どうやろ、この選手はどうやろというような形のやっぱりミーティングの編成会議も僕は必要だと思う。タイガースはないですからね、それは。スカウティング以外にトレードにも問題あり。せっかく育てた若手選手を簡単にトレードし、出した先で大活躍。獲得した選手はというとちっとも働かない。今年ダイエーにトレードした大野池田がそれを象徴している。先を見越したチーム作りが全くできていない。今また若い選手を使い出した、はい、僕が3年前にやったことをまた同じこと今やり始めてきてるわけです、うん、そうするとトレードの問題にもなりますけど、うん、ダイエーに行った大野村山さん育てた、うん、あれが結局63年ですよね、はい、63年中野とか和田とかみんな使いません。今また金若い子を使ってますよね。もう一回ゼロからやり直してる、ゼロからやり直してる。なぜそのフロントがしっかりせんかいうことですよ。フロントがやっぱりあんなトレードしたらダメですよ。つまらん高橋義彦を取ってダメになったとね、全然働かなかった、誤算もあるでしょう。でもそのやっぱりスペアは置いとかないか、それが僕は思うのがなかったかなと思う。2枚2枚2枚で考えないかんすよ。だから僕はね、岡田をサードに持っていった。なぜサードに持っていったか、岡田のフリーが悪くなってきた。セカンドベースとしてのフリーティングがだんだん悪くなってきた。それは僕だけの意見じゃなくて、その当時の内野守備コーチこれにも相談しました。そうするとセカンドベースとサードベースの疲労の度合いがもう全然違うわけです。
そしてバッティングに重点を置いてやっていけるということを考えて岡田を持っていったわけです。で、八木を、まあ、若いですから将来のショートストップにということで八木をショートに、下手くそやったんですよ。のだんだん上手くなっていった。でも若いだけにやっぱ肩が強い、はい、そうすると二遊間、これはしばらくいけると、わざとヤギでいけるという目安を立てましたよね。だからやみくもにね、いじってるわけじゃないんです。将来のことを考えて考えて考えたせいでやってるわけです。それがね、分かっていただきたいわけ。僕今日初めてね、これやめてね、2年間黙ってましたけどね、初めてこういうお話させてもらうけどね、本当に考えて、そしてそれをまたちゃんと伝える人には伝えてきたわけです。社長に、球団代表にも、その二人おりませんが、もうだからね、もうつながれへんわけですね、常に。だからああいうトレードが発生するわけです。おかげでダイエーは去年の最下位から打って変わって堂々の3位、パリーグを面白くしています。でもあれだけトレードしたらね、トレードして選手を20何人ですかね、あら、我々考えられんぐらい大協力やで、すごいわ。さすがオーナー中内さんよ、すごい。あれだけのことはできない、わしら一人動かすのは大変だったから。うん。